それでは委員会を再開いたします。次に京都市都市開発公社の解散に向けた取り組みの進捗状況についての報告を聴取いたします。理事者報告願います。岡田資産活用推進室長、着席して報告してください。ありがとうございます。それでは京都市土地開発公社の解散に向けた取り組みの進捗状況につきましてご報告させていただきます。総務消防委員会資料の1ページをご覧願います。京都市土地開発公社につきましては公有地の拡大の推進に関する法律に基づき昭和48年2月に設立されて以降、公共用地の先行取得を通じ本市のまちづくりに貢献してまいりました。しかしながら昨今の社会経済情勢の変化に伴い公共用地の先行取得の必要性は低下しており、今後仮に先行取得が必要となっても本市の土地取得特別会計により対応することが可能であることから後者による先行取得の必要性はなくなっています。そこで解散も含めた後者のあり方について検討を進め、平成24年度に後者の今後のあり方にかかる方針を定め、公社保有地の解消にかかる財政負担ができる限り本市財政運営に大きな影響を与えないよう平成25年度以降15年をかけてすべての保有地を解消した後公社を解散することといたしました。合わせてそれまでの間は公社において可能な限り有利な条件で資金調達することで保有地の母価額の増加を圧縮するとともに公社経営において本市の財政負担が生じないよう公社の管理経費を極小化することとしました。この方針を平成25年4月22日の経済総務委員会にご報告し、以降公社の解散に向けた取り組みを着実に推進してまいりました。またこの方針におきまして毎年度当初の委員会に解散に向けた取り組みの進捗状況を報告することとしているため、本日平成28年度の取り組み実績および平成29年度の取り組み計画の内容につきましてご報告させていただくものでございます。なお後者の今後の在り方にかかる方針につきましては4ページと5ページに参考1として委員会資料を掲載しております。恐れ入りますが1ページにお戻りください。平成28年度の取り組み実績および平成29年度の取り組み計画についてご説明いたします。1、平成28年度保有地縮減実績をご覧願います。平成28年度におきましては公社は表の通り2件の保有地を売却し母価額として13億4800万円の縮減を行いました。次に2ページをご覧願います。2、平成29年度保有地縮減計画でございます。平成29年度におきましては表に記載の通り平成28年度末母価額で合計1億400万円の保有地の売却を計画しています。またこれらのほか公社から本市以外のものへの直接売却については公社準備金により売却時の損失を処理することができる範囲内で売却に努めてまいります。次に3、公社保有地母価額の推移でございます。本市が公社から保有地を買い戻すとともに公社から本市以外のものへの直接売却を進めた結果、平成28年度末では方針策定時点の平成24年度末の187億円に比べ75億円減の112億円となっております。次に4、公社準備金の推移でございます。公社準備金により売却時の損失すなわち時価が母価を下回る場合の差額を処理することができる範囲内で公社から本市以外のものへ直接売却しているため減少傾向にあり平成28年度末では9億円となっています。次に3ページをご覧願います。5、金利負担額の推移でございます。保有地を売却したことによる借入金の減少およびより低利の公社債を中心とした資金調達で見直した結果平成25年度の金利負担が大幅に減少しています。またその後も保有地の売却をさらに進めてきた結果借入金を減少させることができたため平成28年度では4100万円となっています。次に6、管理経費の推移でございます。平成25年度から実施した役員体制の見直しや
専従職員の廃止、公社への本市職員の派遣の廃止等の取り組みを継続することで、管理経費を極小化し、平成28年度では500万円となっています。次に7、駐車場経営や保有地の貸付収入の推移でございます。公社の管理経費を賄うため、駐車場経営や保有地の貸付により財源を確保しています。なお、保有地の売却により収入が減少していますが、平成28年度におきましても1800万円を確保し、公社の管理経費を賄っています。以上が平成28年度の取り組み実績及び平成29年度の取り組み計画でございます。恐れ入りますが、6ページをご覧ください。6ページです。参考に、保有地の解消にかかる本市財政負担額の推移でございます。平成24年度末の方針策定時点におきましては、平成24年度末5か額187億円に、解散までの発生利息分見込み約12億円を加えた約199億円が解散までに解消しなければならない保有額であったことから、この額からその解消に充てることができる公社準備金約23億円を差し引いた176億円が保有地の解消にかかる本市財政負担額と試算していました。その後、公社から本市以外のものへの直接売却等の結果、平成28年度末時点の試算では146億円となり、方針作成時点の平成24年度末に比べ30億円が圧縮できたことになります。今後も引き続き、公社から本市以外のものへの直接売却を公社準備金により売却時の損失を処理することができる範囲内で進めることにより、保有地の解消にかかる本市財政負担額をさらに圧縮してまいります。次に、平成28年度末の公社保有地一覧を別紙1として7ページから9ページまでに3つの分類で記載しております。7ページには、1、先行取得の目的に沿った利用を図るもの、および2、先行取得の目的に沿った利用を図る予定であるが事業が中断または遅れているもの、次の8ページには、3、先行取得の目的に沿った利用が見込めず他の目的での利用または本市以外のものへの売却を検討するものを掲げております。それぞれの保有地につきまして、事業名、所在地、先行取得時期、面積、先行取得依頼局、これまでの取得から現状に至る経過等、保有額および時価額推計を掲載しております。また、各保有地の箇所図を別紙2として10ページから21ページまでに記載しております。ここでは保有地ごとの説明は省略させていただきますが、ご参照願えればと存じます。資料に基づく説明は以上でございますが、最後に、平成25年度以降、この計画に基づく取り組みにつきましては、これまでの間順調に推移しているところではございますが、今後とも司会並びに市民の皆様方とお約束をしました、この計画を着実に推進できますよう引き続き精力的に取り組んでまいります。報告は以上でございます。よろしくお願いします。それではただいまの報告について何かご質問ございませんか。山田さんと岩瀬さん、それでは岩瀬委員かな。どうぞ。山田さん、はい、どうも。それではよろしくお願いします。土地開発公社という市民も議会も知らないまま土地が購入されるという仕組みがついこの間まで、続けてこられたことに、ここに大きな問題があるということは再三指摘してきたところであります。その認識を前提にしてお聞きしますが、平成28年度、保有地縮減実績、から本市が買い戻した2件ということなんですけど、2件13億6000万円で買い戻されているんですが、母価額が、13億4800万円母価額を上回る金額で買い戻されています。この1200万円の内訳はどうなっているんでしょうか。岡田資産活用推進室長。はい、母価額の内訳ですけれども、その中には実際に買うた
価格の中に事務費等が含まれております。山田委員。いや買い戻したときに経費がかかってるんじゃないかなというふうに思うんですけど、1200万円の内訳はこれ事務費だけなんですか。岡田資産活用推進室長。実際にですね、事務費以外にもそれまで の事務手続きに要する費用なんかも入っております。山田委員。これ買い戻すにあたってかかった経費じゃないのか。これ管理していた費用は別でしょ。その辺 の, 要は母価額は13億4800万円が13億6000万円で買い戻してはるんですよね。でその時に買い戻す時に1200万円の費用がかかっているということじゃないんですか。岡田資産活用推進室長。買い戻しにするにあたっては当時ですね公共用地を取得した時の価格、それに加えましてその後ですね、その用地を管理するために用意した経費、それからこの買うとき、公社がですね買うにあたって金融機関からお金が借りたわけですけれども、その場合は必ず、利息が加算できますけれども、その利息相当額、それから取得するために用意した事務費、これらが含まれているということでございます。山田委員。そうここに記載されているこの金利負担の推移やとか管理費経費の推移、こういったものが要は売却の時に上乗せされて、買い戻す時に上乗せされて買い取ったという話なんでしょうか。じゃなくてすで、にそれに今投下をされていて、母価は13億4800万円やけども、事実上それに投じた部分含めて公社に支払ったということなんでしょうか。岡田資産活用推進室長。先ほど申し上げた通りですね、母価額というのはですね、当初取得に応じた経費、それに加えて、その後管理に応じた経費とか、あと利息、その他事務費、そういうのが入って母価額となっているということになります。山田。母価額というのはあくまでも帳簿の価格じゃないですか。で買い取りの費用との差額が出ているのはその間、要はこの言うたら取得した土地を言うたら管理するために必要だった経費がかかったということであって、買い取りの時に新たな費用が発生したというわけではないということなんですか。岡田資産活用推進室長。はい、その通りでございます。山田委員。いずれにしろね、本当に先行取得して、維持管理するため、買い戻すためも含めて、かなりの、費用負担がかかっているということは明らかだというふうに思うんでね、こういったやり方が本当にいいのかどうかということも含めてね、考えていかなあかんなと。でそれと今の質問との関連ですけど、この管理費の推移ですけど、この間大幅に減少させてこられて、この今後は毎年500万というふうに見込んでおられますけど、この内訳はどうなってるんでしょうか。岡田資産活用推進室長。はい、管理費 の内訳でについてでございます。この中に何が入っているかということですけれども、人件費がまず入っております。嘱託職員が1名雇われておりまして、その人件費が主なものとなっております。それから、その他需要費として、印刷代とか消耗品代とか、あと、電話も使うこともありますので電話代とか、あとコピー機を使うこともありますのでコピー機、そのようなもろもろ一般管理費と呼ばれているものが入っているということでございます。山田委員。これ役員体制の見直しやとか専従職員が廃止されてるわけでしょ。で、なおかつまだ人件費がかかってるということですか、この500万円の内訳の中に。岡田資産活用推進室長。はい、現在ですね、今年度までという予定ではございますけれども、嘱託職員を週1回ですね、1名来ていただきまして仕事をしていただいているところでございます。山田委員。今年度まで、でも29年度見込みも今年度までがそれで、それ以降は
500万円という金額ではなくて、前言ったらそういった事務費の負担だけになるということなんですか。岡田資産活用推進室長、来年度以降どうするかについてはちょっとまだ検討中というところでございます。山田委員。はい、それとね、この間、この資料、参考1ですか、ところで、平成24年末現在の母価格が187億円、開催までの発生利息分見込んで、約12億円、加えた199億円、これが、この時点で本市がすべて買い取るということを前提にした、本市の負担ということで、その後、売却、本市以外のところに売却を含めて、負担額が縮減されたということなんですけど、現時点で、買い戻す、負担、本市が買い戻す負担、売却して金利の、負担も、減少していると思うんで、199億円から実際どこまで今減らすことができたのか、どうでしょうか。岡田資産活用推進室長。本市財政負担額 の現時点 の 額についてでございます。現在では平成28年度末時点の試算ではございますけれども、146億円と見込んでおります。山田委員。約30億円縮減されたということですけど、いずれにしろ莫大な負担が あるというふうに思われます。でこの後者の、保有地一覧を見ますと、先行取得にの目的に沿った利用を図るものが1箇所で、先行取得の目的に沿った利用を図る予定であるが、事業が一時中断または遅れているものが3箇所で、先行取得に沿った、利用が見込めないものが7箇所ということだと思うんですね。ということで、報告されているんですけど、この問題は、この見込めない7箇所が問題だと思うんですが、これ見てますと、時価と母価、相当な開きがあるんですよね。で、この先行取得というやり方、本来 この見込みが甘すぎたということだと思うんですが、その辺の認識についてはどのようにお考えでしょうか。岡田資産活用推進室長。はい、当時先行取得 の当時見通しが甘かったではないかというご指摘でございます。何分当時はまだ土地が上がっている状況の中で の先行取得をした物件もあったかと思います。そうした中で先行取得をして、できるだけ先に土地を確保しようという思いからされていたかと思います。ただその後実際に事業化を具体化しとればですね、それなりにその目的に沿った活用ができたかと思うんですけれども、その事業化を具体化せず、とりあえず確保しておこうということでやっていたということで、見通しの甘さがあったという点については否めないものと考えております。山田委員。バブルが崩壊して本当に、大きな市民負担になってしまっているというのは本当に 大問題だと思うんでね、その辺のほんまに、認識、しっかりとした、総括は、ぜひ必要だというふうに思います。それと今この見込みが甘すぎた、使用目的が、活用できないというふうに言われてましたけど、これいずれにしろ市民にとっては大切な財産ですからね、ぜひ有効に活用、もう売却ありきではなく、しっかりと市民のために役に立つような有効活用、これをやっぱり考えていただきたいと。今残っているこの7箇所についても、確かに立地条件様々だと思うんですけど、地元要望に基づく活用、これが大切ですからね。売却ありきではなく、市民の要望をよく聞いて、市民のための活用、この点については要望などを聞きされている部分があるのか、またそういうお考えがあるのかお聞かせいただきたいと思うんですが。岡田資産活用推進室長。はい、今問題とされている資料8ページの3番の件についてでございますけれども、当初の先行取得目的に沿った利用が見込めないものにつきましても、全てそれを売却するというのではなく、もし他の目的、公共目的で利用することができるということであれば、その方向で検討を進めたいというふうには考えているところです。ただその一方で、保有し続けることで金利負担額というのは、年々増加してまいります。その中で本市の財政負担が増加するということにもなりますので、公共利用の必要性がないというふうに認める場合には、速やかに売却していくという方針で臨んでいきたいと考えているところです。山田委員。
ぜひね、本当に市民にとって大切な財産ですから、しっかりとね、地域の住民、地元の方のお声をお聞きして活用していただくよう求めて質問を終わります。続いて岩佐委員。私の方からも端的に質問をさせていただきたいというふうに思います。今もご議論がございました。この28年度末までについてはですね、一応順調に母家としては減ってきていると。で、15年かけて、しっかりとこの計画を達成をするということでございます。で、校舎の今後の在り方にかかる方針ということで、25年の4月ですね、この当時経済総務委員会での資料を改めて拝見させていただいて、このちょうど平成28年度から30年度までの間は買い戻しのペースを抑制すると、これは事業債の元利償還がピークを迎えると、いうことで、30年度までですから、この29年度、今年も入ると、いうことで、今回、一つ、29年度の予定としては入っていると。いうことなんです。で、今も議論がございましたが、もちろんその29年度ですね、計画に一つあるわけですが、それ以外にもですね、残っているところを見ると、売却云々という話が今ございましたが、やはり売却することもですね、市民の財産を有効に活用するという意味合いも私はあろうかというふうに思っておりますので、この辺のところ、この校舎が直接売るということも含めては、今の段階でどのようにお考えになっているのかということをお尋ねをしたいです。はい。岡田資産活用推進室長。はい。校舎が、本市以外のものに直接、売却するということについての考え方について申し上げます。これにつきましては、先ほど の説明の中でも申し上げましたけれども、公社準備金により売却時の損失を処理することができる範囲内で行う必要があるということになっております。で、お手元の、資料で、公社準備金の、推移を載せたページがございます。2ページですね、2ページの4番のところに、公社準備金の推移ということで、24年度末では23億円あった、公社準備金が、現在では9億円程度というふうになっております。これは、直接売却を進めたときに、その損失分をこの公社準備金で当てたということによって減ってきているのが主な原因でございます。で、先ほどの、別紙の1の3ということで、資料で言うと8ページですね、3 の項目に上がっている7つの物件、これにつきましても可能な限り、本市の財政負担額ができるだけ軽くなるように、公社から直接売却できるものについてはしていきたいというふうに考えているところですけれども、先ほど申し上げた公社準備金が、使える範囲内ということで、そういう制約があるというのは否めないというふうに考えておるところです。以上でございます。岩佐委員。はい。で、結局その校舎がここにも7つのですね、上がっているわけですが、本市が買い戻すか準備金の範囲内で校舎から直接売却する予定ということで書かれている物件がいくつかあると思います。これらの点については、直接売却も視野に入れて検討はしていくと言いますか、ネーミングライツの市民募集版とかありましたよね、公募。ちょっとそれとは意味合いが違うのかもしれませんが、そういった意味ではその売却等々に含めてもその取り組んでいくということにはなるんですか、それともそれはそれでなったらなった時でというような形ぐらいのもんなのかはどうなんでしょう。岡田資産活用推進室長。
この3に上がっている保有地の、まあ、今後 の、 進め方についてでございますけれども、これはそれぞれ先行取得依頼局、これが、まあ、現在の主管局に当たりますけれども、主管局と、まあ、協議を進め、その時々の経済状況を、まあ、勘案して、まあ、検討しておるところでございまして、今すぐですね、この土地についてはこうするという、まあ、決定に至るのはなかなか難しい状況ではございますけれども、今後も状況を見極めながら検討していきたいというふうに考えております。岩佐委員。はい、そうですね、やっぱりその、まあ、残しておいてね、損をするというと変ですけれども、やはりきちっと処理できるものはですね、できたらしていただいた方がいいのかなというふうに思うんです。でただ僕はとこの時間見るとですね、あまりにも大きな差があるということも、これもなかなか難しいなというふうに思うわけですが、まあ、どちらにしても財源を伴うものですし、これからしっかりとですね、計画以外の部分でも含めて検討はしていただきたいということを、まあ、要望して終わりたいと思います。はい、他にございませんか。なければこれで、報告聴取終わりますが、先ほどの事務事業概要の説明を含め、危機管理官、監察官および行財政局に対して一般質問のある方はただいま挙手していただいて、あらかじめ質問内容の申し出をお願いいたします。ございませんか。それでは、以上で行財政局を終わります。 D 社ご苦労様でした。ご苦労さんでした。次の総合企画局につきましては休憩せずに行いたいと思いますので、ご了承願います。それでは総合企画局の理事者が入るまでしばらくお待ちください。お母ちゃんがこう読みなさい、ここ読みって言われてるような感じがしてな。すすいっとやな。よろしいですか。はい、それでは総合企画局の理事者の紹介と事務事業概要の説明をお願いいたします。藤原総合企画局長。失礼いたします。総合企画局長の藤原正幸でございます。昨年度に引き続きどうぞ本年度もよろしくお願いを申し上げます。それでは私から総合企画局の理事者をご紹介申し上げます。京都創生担当局長の吉川正則でございます。吉川でございます。プロジェクト国際化情報化担当局長の辻智之でございます。総合政策室長の山本渉でございます。リニア北陸新幹線誘致推進室長、行財政局防災危機管理室担当部長および文化市民局市民スポーツ振興室担当部長を兼職しております。
総合政策室担当部長の金谷克美でございます。公益財団法人国立京都国際会館へ派遣しております。総合政策室創生戦略市民共同推進部長の松野光弘でございます。総合政策室京都創生推進部長の岡明弘でございます。市長公室担当部長、文化庁移転推進室担当部長を兼職しております。総合政策室大学政策部長の奥井拓二でございます。国際化推進室担当部長を兼職しております。市長公室長の砂川隆でございます。文化市民局市民スポーツ振興室担当部長を兼職しております。市長公室政策企画調整担当部長の山中博明でございます。産業観光局産業戦略部担当部長を兼職しております。文化庁移転推進室担当部長の藤田博でございます。文化庁地域文化創生本部へ派遣しております。プロジェクト推進室長の小田久人でございます。プロジェクト推進室事業推進担当部長の平井忠幸でございます。国際化推進室長の牧啓二でございます。情報化推進室長の米谷秀隆でございます。市長公室京都いつでもコール担当部長を兼職しております。情報化推進室担当部長の田中幸太郎でございます。なお本日は出席しておりませんが、総合企画局は東京事務所を所管しており、東京事務所長は川端正和でございます。産業観光局産業戦略部担当部長を兼職をしております。理事紹介につきましては以上でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。それでは理事着席願います。山本総合政策室長。はい、それでは総合企画局の事務事業の、どうぞ着席して説明してください。はい、ありがとうございます。総合企画局の、事務事業の概要につきましてご説明を申し上げます。恐れ入りますが、お手元の、平成29年度事務事業概要をご覧願います。表紙をおめくりいただきまして、1ページから4ページにかけまして、機構役付け職員一覧を、掲載しております。総合企画局は総合政策室、市長公室、文化庁移転推進室、リニア北陸新幹線誘致推進室、プロジェクト推進室、国際化推進室、情報化推進室と、東京事務所の7室1事業所で構成をしております。また文化庁移転推進室からは文化庁の先行的な移転としまして、この4月に設置されました文化庁地域文化創生本部に先ほどご紹介いたしました担当部長を含め5名の職員を派遣しております。続きまして5ページをご覧願います。事務事業の概要でございます。総合政策室は局の所務を行いますとともに、国立京都国際会館に関する事務、広域連携地方文献の推進、町人仕事創生総合戦略に関する事務、市民参加の推進、国家戦略としての京都創生及び創京構想の推進、大学政策、
6ページをお開きいただきまして、留学生に関する事務などを担当しております。東京事務所は中央省庁その他関係機関との連絡情報収集、首都圏における行政産業観光関連情報等の総合受発信を行いますシティセールスに関する事務を担当しております。市長公室は市長及び副市長の秘書に関する事務、市民新聞の発行やクロスメディア広報事業などの自主広報、7ページにお移りいただきまして、全国海外向けに情報発信の強化を図る戦略的広域シティ PR、 市長への手紙などの広聴に関する事務、市政情報総合案内コールセンター運営に関する事務を行いますとともに、基本構想基本計画に関する事務や政策評価、国家予算要望8ページをお開きいただきまして、京都府との連絡調整、重要事務事業の進行管理に関する事務などを担当しております。文化庁移転推進室は文化庁の移転に関する連絡調整や企画などの事務を担当しております。リニア、北陸新幹線誘致推進室はリニア中央新幹線及び北陸新幹線の誘致に関する事務を担当しております。プロジェクト推進室は私有地以外の公有地の活用の検討、東部クリーンセンター跡地活用に関する事務や京都駅西部エリア、東部エリア、東南部エリアの活性化、9ページにお移りいただきまして、岡崎地域や西陣を中心とした地域の活性化に関する事務を担当しております。国際化推進室は姉妹都市との親善交流事業をはじめとする国際交流に関する事務、多文化共生施策の推進、世界歴史都市連盟に関する事務を担当しております。情報化推進室は情報化の推進に関する事務、文書管理、10ページをお開きいただきまして、情報公開個人情報保護に関する事務、情報システムの管理運営及び安全対策、統計調査等に関する事務などを担当しております。続きまして11ページをご覧願います。重要事務事業概要につきまして、主なものに絞ってご説明を申し上げます。まず市政の企画調整等、1羽ばたけ未来へ都プランの推進でございます。都プランに掲げる京都の未来像の実現に向けまして、全庁を挙げて都プラン実施計画第2ステージを着実に推進しますとともに、進捗状況をホームページで公表するなど、市民との課題目標行動の共有を図ってまいります。次に2、町人仕事心共闘創生総合戦略の推進でございます。人口減少社会の克服と東京一極集中の是正を目指し、本市の重点施策及び市民関連団体への団体の取り組み等を掲げた町人仕事心共闘創生総合戦略について、市民等の皆様との参加と共同をさらに進めながら総合的に推進してまいります。次に12ページをお開き願います。5でございます。文化庁の京都移転の推進でございます。文化庁の全面的な移転の着実な推進と、文化の力による全国の地方創生を目指し、京都府経済界とも連携して新たな文化行政の推進を広く全国に発信してまいります。次に、6でございます。国家戦略としての京都創生の推進、総局構想の推進でございます。国家戦略としての京都創生の実現に向け、引き続き国への働きかけを行いますとともに、京都創生の趣旨にご賛同いただいております企業、団体、個人からなる京都創生推進フォーラムの活動支援などにより機運醸成を図ってまいります。また京アルキン東京などを通じまして、京都創生の取り組みを国内外に広く発信してまいります。総共構想の実現に向けましては、引き続き市民の機運醸成や京都の都市格向上に取り組みますとともに、皇室の方々にご出席いただける機会の創出を目指した取り組みを推進してまいります。次に7、国立京都国際会館の多目的ホールにおける京都らしい出来の実施でございます。日本文化の発信と本市の伝統産業の振興を図りますために、国が整備いたします国立京都国際会館の多目的ホールに公益財団法人国立京都国際会館と連携しまして、京都ならではの付加価値を加える京都らしい出来を施すため、昨年度の検討結果を踏まえまして、京都の伝統産業伝統工芸などを生かした調度備品の製作等を行ってまいります。次に
13ページにお移りいただきまして、8、リニア中央新幹線及び北陸新幹線の誘致推進でございます。関西国際空港へのアクセス改善も含めた広域鉄道網の充実に向け、北陸新幹線の大阪までの一日も早い整備や、リニア中央新幹線の東京・大阪間の早期開業、京都駅ルートの実現等に向けた活動を展開してまいります。次に9、西陣の歴史力、文化力、地域力、人間力を生かした地域の活性化でございます。西陣を中心とした伝統産業、伝統文化、伝統芸能、寺社、花街の文化、商店街、観光スポットなど多彩な歴史、文化、観光資源を生かした活性化策を検討、実施するとともに、西陣の呼称の発祥から550年を迎えることを契機とし、町、人、心が織りなす京都遺産の制度等とも連携を図るなど、幅広い取り組みの展開を検討してまいります。次に14ページをお開き願います。11の京都駅西部エリアの活性化でございます。エリアマネジメント組織京都駅西部エリアまちづくり協議会を中心に、地域住民の皆様、施設、団体、事業者等と一体となって歩行者環境の整備や地域の魅力情報の発信を行いますとともに、まちづくり組織の活動を支援し、京都の新しいにぎわいを創出してまいります。また京都市中央市場整備に伴い生み出されるにぎわいゾーンにつきましては、商店街と他の地域資源との相乗効果により民間活力を活用してさらなるにぎわいを創出することとしており、契約候補事業者の選定など活用に向けた取り組みを推進してまいります。次に12でございます。京都駅東南部エリアの活性化でございます。文化芸術と若者を基軸とした新たな街づくりを推進するため、地域住民と若手芸術家などが参加いたしますワークショップやイベントの開催を通じまして、機運醸成を図りますとともに、文化芸術により街づくりや、若者の移住、定住促進につながる事業の検討、具体化を進めてまいります。次に13、京都駅東部エリアの活性化でございます。通人地域への京都市立芸術大学の移転整備を踏まえまして、京都駅西部エリア、東南部エリア等の周辺地域の取り組みと連携した京都の玄関口にふさわしい個性豊かで魅力的な街づくりについて検討を進めてまいります。15ページをご覧願います。2つ飛びまして、16、私有地以外の公有地の活用の検討でございます。未来の京都の街づくりを見据え、国に移転検討を要望している京都刑務所や京都拘置所及び京都運輸支局など私有地以外の公有地について長期的展望に立ちつつ、地域の魅力ある街づくりに資する活用可能性を検討してまいります。次に16ページをお開き願います。参加と共同による市政運営、1つ飛びまして、2のみんなごとの街づくり推進事業でございます。広く市民の皆様から街づくりの取り組み提案を募集いたしまして、街づくりお宝バンクに登録・公開するとともに、提案の実現や市政への反映に向け、多彩な市民力・地域力を生かしたきめ細かなサポートを実施いたします。また、ポータルサイト、みんなでつくる京都におきまして、積極的な情報発信を行い、京都の街のさまざまな課題の解決を人ごととせず、市民の皆様と本市がともに自分ごと、みんなごとと捉えて共同する取り組みを一層推進してまいります。17ページにお移りいただきまして、4、京都市移住サポートセンター住むなら都の運営でございます。京都市への移住を促進するため、京都で暮らす魅力の情報発信や仕事、住まい、子育て支援等に関する相談対応などの移住支援を総合的に行う移住サポートセンターを運営してまいります。また、主に東京圏の若年層の移住を促進するため、東京圏に向けた京都で暮らし働く魅力の発信を強化し、移住支援を充実してまいります。次に、大学の町京都、学生の町京都の推進。1、大学を核とした地域連携、企業連携の推進でございます。大学の地や学生の力を地域の課題解決や活性化に生かすとともに、地域と連携しながら学生が学ぶ機会を創出するため、大学コンソーシアム京都との共同により学町連携大学促進事業を実施してまいります。また学町コラボ事業につきましては、新たに文化枠を設置し、大学学生と地域との
共同連携による文化的な取り組みを一層促進してまいります。次に18ページをお開き願います。2、学生活動の支援でございます。京都学生祭典における文化を創造発信するプレイベントを支援するとともに、大学学生の町京都の魅力を全国の中高生に発信する京都学生広報部の取り組み等により、学生の主体的活動を促進し、京都の町の活性化につなげてまいります。次に3、総合的な留学生誘致支援の推進についてでございます。留学生の就職支援マッチング事業といたしまして、留学生と市内企業を対象とした求人・求職の情報提供・斡旋を行うウェブサイトを開設し、就職・採用の機会を創出するとともに、留学生と企業の抱える課題を解決するためのセミナーや交流会を開催し、地元企業への就職の機運を醸成してまいります。また、大学の国際化促進に係る取り組みを支援する宮古グローバル大学促進事業を引き続き実施してまいります。次に19ページにお移りいただきまして、市政広報等でございます。市民新聞をはじめ、テレビ、ラジオ、インターネットなどさまざまな媒体を活用した情報発信に加え、今年度から新たに各媒体を複合的に組み合わせて発信するクロスメディア広報事業を実施するなど、市政に関する情報を市民に広く伝える広報活動を行ってまいります。また20ページにお移りいただきまして、暮らしやまちづくりについての意見やニーズを市政に生かすため、市長への手紙などの広聴事業を実施してまいります。次に国際化推進でございます。1、市民主体の国際交流国際協力の推進でございます。友好都市交流および青少年の国際理解教育を促進するため、文化庁の全面的な移転の決定および京都議定書のパリ協定への発展を踏まえまして、留学生と高校生を中心とした青少年による友好都市青少年会議を開催いたします。次に21ページにお移りいただきまして、2、多文化共生施策の推進でございます。京都市多文化施策審議会の運営、地域多文化交流ネットワーク促進事業等を引き続き実施いたしますとともに、東アジア文化都市2017京都のパートナーシップ事業といたしまして、朝鮮通信使ゆかりの町全国交流会を京都市で開催し、朝鮮通信使再現行列や文化交流行事などを実施してまいります。次に情報化推進でございます。1、高度情報化の推進でございます。昨年9月に策定いたしました基本方針に基づきまして、積極的な ICT の活用および情報資源の厳格な管理という2つの視点から高度情報化のさらなる推進を図ってまいります。オープンデータの推進につきましては、市民共同の促進による市民サービスの向上、地域経済の活性化、行政の透明性信頼性の向上に寄与することを目的といたしまして、本市が公開するデータを拡充しますとともに、市民や地元事業者等の利用ニーズの把握を行うなど、利活用に向けた取り組みを推進してまいります。22ページを開き願います。2、大型汎用コンピューターの管理運営でございます。行政サービスの向上、業務の効率化とコストの削減を図りますため、最新技術を導入し、機器およびシステムを刷新するオープン化事業につきまして、引き続きシステムの開発作業を進めてまいります。一括処理システムの開発のこれによりまして、稼働を延期しております福祉系システムにつきましては、第三者の専門家で構成する検討委員会における検討を踏まえまして、稼働時期等を決定し、オープン化事業の完遂を目指してまいります。事務事業概要の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ご苦労さんでした。ただいまの説明を含め、総合企画局に対する一般質問については報告聴取の後に行うことといたしますので、ご了承願います。それでは次に京都市大型汎用コンピューターオープン化事業検討委員会の開催状況についての報告を聴取いたします。理事者報告願います。田中情報化推進室担当部長。ありがとうございます。そうしましたら、京都市大型汎用コンピューター着席して報告してください。はい、ありがとうございます。
京都市大型汎用コンピューターオープン化事業検討委員会の開催状況等についてご報告をさせていただきます。お手元の総務消防委員会資料をご覧願います。現在大型汎用コンピューターオープン化事業につきましては、その一部である一括処理システム開発に遅延が生じております。また本市と受託事業者との間で遅延の原因や今後の開発の進め方について見解の相違がございますことから、オープン化事業の完遂に向け開発を継続しつつ、第三者の専門家で構成をする京都市大型汎用コンピューターオープン化事業検討委員会を設置し、遅延原因の究明と最良の方策の検討を進めてございます。検討委員会につきましては、2月に第1回を開催後、現在までに4回開催をしておりますので、本日はこの開催状況をご報告するものでございます。またこれと合わせまして、本件遅延発生後事業実施経過等を確認する中で判明をしました、一括処理システム開発手法の変更に関しまして、先の2月司会におきまして、変更経過を早期に司会へご報告するよう付帯決議がされましたことを踏まえまして、改めて実施をしました内部調査の現在の状況についてもご報告をさせていただこうとするものでございます。なお新たなシステムの開発の一部で遅延が生じておりますが、現在の大型汎用コンピューターが稼働しておりますので、証明書の発行と市民の皆様への行政サービスの提供に影響はございません。資料の1以降のご説明に入らせていただく前に、まず資料の別紙によりまして、オープン化事業の概要等について簡潔にご説明を申し上げたいと存じます。資料に添付をしております別紙の1をご覧願います。はじめに1、事業の目的等でございます。本市では国民健康保険、介護保険、税、住民基本台帳などの基幹業務システムについて大型汎用コンピューターを利用して30年間運用をしてきております。この大型汎用コンピューターのシステムは特定事業者の固有の技術で作られたものに改修を繰り返しながら更新してきており、最新技術を利用した行政サービスへの対応が困難、運用経費の高止まりなどの課題を抱えておりますことから、一般に広く利用されている最新技術により機器及びシステムを刷新するオープン化事業に平成26年度から取り組んでいるものでございます。事業の目的と効果につきましては、それぞれ資料の括弧1および括弧2に列記をしてございます通りでございまして、汎用の機器及びシステムを用いますため事業者の参入制限が解消されることなどから、市内中小企業者等が参入しやすく、調達に競争性が働き、運用経費が削減できる、被災時でも早期に復旧が可能となるといった産業振興、コスト縮減、災害対策等の効果を見込むことができるものでございます。資料の2から5までには事業の基本フレームを記載してございます。事業期間は平成26年度から29年度までの4カ年、総事業費につきましては当局所管分で事業期間中の累積事業費でございまして、29年度予算を編成しました段階で約81億円となってございます。また財政効果としましては、事業完遂後1年あたり4億円から5億円程度の縮減効果を見込んでおります。システム開発手法といたしましては、高速開発ツールによるスクラッチ開発といたしましたが、事業実施過程で一部システムをマイグレーション方式による開発としております。この点につきましては後ほど改めてご説明を申し上げます。別紙1の裏面6にお移りください。ここでは大型汎用コンピューターオープン化事業の主な実施経過としまして、オープン化事業に係る事業実施計画策定から事業検討委員会の設置まで遅延が生じております一括処理システム開発を中心にまとめさせていただいております。簡潔にご説明申し上げます。表の一番上、平成26年3月の事業計画策定、26年度には現行システム分析を実施し、27年8月の一括処理システムの開発手法の変更、そして28年1月の契約締結に至ります。開発期間中の28年8月には予定通りの稼働に向けた課題解決への対応が図られます。同時に8月には括弧書きの部分でございますけれども、遅延と直接的な関係にあるものではございませんが、遅延を生じている一括処理システムではなく、7つある福祉系のオンラインシステムのうち
国民健康保険、それと介護保険の2つのシステムにおいて開発手法をマイグレーション方式に変更しております。こうした開発期間を経まして、28年10月の受託事業者からの遅延の申し出、申し出以後の本市の対応、昨年度の所管委員会である経済総務委員会へのご報告、後ほどご説明申し上げます第三者による検討委員会の設置など、主な一連の経過につきまして記載をさせていただいているものでございます。次に A さんの別紙2にお移り願いたいと存じます。A さん縦長でございます。上に当初スケジュール、下が遅延発生後29年度予算編成にあたっての想定スケジュールでございます。まず上の表をご覧ください。当初は緑色の箱書きで上にあるものに記載してございますけれども、福祉系システムにつきましては平成29年1月稼働としておりました。この福祉系システムのうち一括処理システム開発の部分で遅延が生じたものでございます。下の表へお移り願いまして、遅延の発生に伴い赤色の箱書きおよびそこから伸びております2つの矢印でお示ししておりますように、稼働時期は当初比で1年遅れの平成30年1月稼働と想定をしているところでございます。なお下の表は予算編成にあたり想定したスケジュールでございまして、スケジュールの確定は現在開催中の検討委員会の検討結果を踏まえ、事業者との協議等を経て司会にもご報告しつつ、本市として結論を得てまいりたいと考えておるところでございます。総務消防委員会資料にお戻り願います。改めまして資料の1、検討委員会の開催状況についてでございます。括弧1、検討委員会の諮問事項でございます。大型汎用コンピューターオープン化事業の推進に関しまして2点ございまして、遅延にかかる原因の究明に関することおよび今後の裁量の方策に関することを諮問しております。なお申し遅れましたが、検討委員会の委員名簿を添付しておりますのでご参考としていただければと存じます。括弧2から資料の2ページの括弧5までに第1回から第4回までの検討委員会の開催日時および議題を記載してございます。括弧2の第1回委員会でございますが、2月26日の午後、資料に記載の2点、事業概要や実施経過等を議題として開催をしております。括弧3、第2回の検討委員会は3月24日の午前、資料に記載の3点、主にシステム開発に関わるものを議題として開催をしております。括弧の4、第3回検討委員会は4月3日の午後、前回の審議に基づき受託事業者および本市の推薦によるお二人のマイグレーションの専門家等から説明を受けたことを含めまして、資料に記載の3点を議題として開催をしてございます。括弧5、第4回検討委員会は去る4月14 17日の午後、これまでの議論や説明聴取等を踏まえ、資料に記載の2点を議題として開催をいたしております。なおこの間の検討委員会の審議につきましては、その内容が京都市情報公開条例第7条に規定します非公開情報に及びますことから、委員会のご判断によりまして第1回および第2回の一部は公開で実施をいたしておりますが、これら以外は非公開での実施となってございます。3ページ移りまして、括弧6、今後の予定でございます。5月1日の午後に開催予定の次回の検討委員会におきまして、引き続き諮問事項でございます遅延の原因、そして裁量の方策にかかる今後の方向性についてご議論をされることとなってございます。続きまして、2、一括処理システム開発手法の変更にかかる内部調査の状況につきましてご報告をさせていただきます。これは本件遅延発生後、事業実施経過等を確認する中で判明した一括処理システム開発手法の変更にかかる手続きに関し、その検証を要するため内部調査を実施したものでございます。まず括弧の1、事実概要でございます。平成26年3月策定の事業実施計画において、オープン化事業におけるシステム開発手法は高速開発ツールを利用したスクラッチ開発とし、これを市の方針として確認し共有をしておりました。オンラインシステムにつきましては市の方針通りに開発を進めてございましたが、一括処理システムの開発につきましては
期待する処理性能に達しない恐れがあったこと、工期に間に合わない恐れがあったことから、平成27年8月、当時の情報化推進室長の判断で、当初予定をしていました高速開発ツールによるスクラッチ開発を、マイグレーション方式による開発に変更したということが、変更にかかる事実の概要でございます。括弧に本市の認識でございます。あは当時の情報化推進室長の陳述内容でございます。室長は事故の判断で開発手法の変更を決定した理由につきましては、まず1つ目、工期厳守を大前提とし、マイグレーション方式への変更しか選択肢がないと考えたこと、2つ目に開発手法の変更がオープン化事業の目的に与える影響が大きくないと考えたこと、3つ目に専門性の高い内容であることから、情報化推進室長が対応すべき問題と考えたことから、事故の判断で決定できると理解をしていたと申し述べております。次に、いはここでの検証、検討の前提でございます。繰り返しになりますが、オープン化事業におけるシステム開発手法は、高速開発ツールによるスクラッチ開発とすることが市の方針でございました。このため、マイグレーション方式への開発手法変更が事前の策として適切であったのか等につきましては、現在開催中の検討委員会での検討も行われておりますことから、変更そのものの適切性に関しましては、検討委員会の結果も踏まえて判断をしていく必要があることを前提としてございます。うからが開発手法の変更手続きに係る現時点の私どもの認識でございます。開発手法の変更手続きは、マイグレーション方式への変更が事前の策として適切か否かという問題以前に、事業スケジュールの延長、体制の強化等、開発手法変更以外の方法による対処策に関連をするものであり、それらの関連する事項と合わせまして、オープン化事業全体をどのように進めるべきかという視点での議論があり得たものでございます。それにもかかわらず、当時の室長は問題点や対処策について上司に報告、相談することなく、あに記載の理解に基づき事故の判断で開発手法の変更を決定したものでございます。以上のとおり、当時の情報化推進室長は技術的手法で事態を解消することにとらわれ、当該変更の意思決定の重要性にかかる意識が欠如していたと言わざるを得ず、本市が組織的に対処策を検討する機会を失わせる事態を招来しましたことと合わせ、その行為には問題があったと考えております。なお、先ほど別紙医師のご説明の中で、平成28年8月に7つある福祉系のオンラインシステムのうち、国民健康保険及び介護保険の2つのシステムにおいて、開発手法をマイグレーション方式に変更している旨、ご説明を申し上げました。この変更につきましては、これまでの説明で言及をしております当時の情報化推進室長が人事異動をした後のことでございまして、後任者から変更等に係る上司、そして局への報告相談があり、組織的な判断を経て開発手法変更の意思決定をしたものでございますので、その手続きにつきましてはここでの検証の対象とはしてございません。最後に括弧の3、今後の対応でございます。一括処理システムの開発手法の変更につきましては、マイグレーション方式への変更の妥当性、遅延との関連性等に係る検討委員会の検討結果等も踏まえまして、引き続き必要な調査検討を進め、関係諸君への対処、組織的な課題の有無等について総合的に判断をしていくこととしております。ご説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ご苦労さんです。それではただいまの報告について何か質問はございませんか。島本さん、樋口さん、岩さん、豊田さん、あ、豊田で大津君ね。それでは島本委員。はい、この問題はですね、昨年度からも私どももですね、非常に大変重要な問題であると、認識をしましてね、本当にやもすれば東京のね、豊洲問題と、まあ、あっちとはね、規模も、構造的にもね、また内容も、違う問題かもしれませんけど、本質的にはね、なんていうのかな、似通った、部分もあるかもしれないと思いますし、また94億円も、かかっている総事業費、と、そして大切な、ね、この
すべての、京都市の行政システムに関わる、コンピューターの、汎用化、大型コンピューターのね、汎用化の問題でありますので、これ本当に失敗したり、するわけにもいかない問題でもありますのことでありますのでね、このことについては、ちょっと厳しくですね、追及もさせてきていただいておりますけれども、まず、今日のご報告の中で2つ、検討委員会のことと、内部調査のこと、2つちょっと、お聞きしたいと思います。検討委員会のことなんですけれども、これまで4回ですか、されてきたということで、項目についてはね、ここにも資料に記載していただいて、今ご説明ありましたけれども、この検討委員会、ほとんど非公開で、開催されていますみたいですのでね、ここでは言えることも限られているかもしれませんけれども、今現在、この検討委員会でどんな議論をされているのか、もし可能な範囲でですね、説明していただけるものがあったら、ちょっと説明をお願いいたします。田中担当部長。はい、現在の、検討委員会で の議論の状況でございます。非公開で実施している部分もございますので、少しご答弁の難しい部分ございますことをご容赦をいただきたいと存じますけれども、ポイントを申し上げますと、例えばマイグレーションの専門家等からは、通常のシステム開発と例えばマイグレーションでの開発との違いといったようなこと、それからマイグレーションであっても京都市の今回の調達の内容には何か特徴があるのかというようなことについて説明をお受けいたしております。それから2つ諮問事項がございまして、まず遅延原因の関係でございますけども、使用書の内容ですとかプロジェクトの管理の状況といった複数の論点について、遅延との関連性の観点から議論を深めていただいているという状況でございます。それから、並行して今後の裁量の方策という観点につきましては、本市が策定した実施計画で定めております高速開発ツールを利用したスクラッチ開発というものへの方向転換を出発点にして幅広く議論をしていただいている、そのような状況でございます。島本委員。はい、はい、今まで4回で、今後ですね、まだまだこれしっかりね、すべて検討委員会で、検討していただいて、その結果、出るまでね、この時点では何をどうしていいかわからないこともたくさんあるかもしれませんけども、この検討委員会自体の見通しですね、あとどれぐらい、何回ぐらい開催されて、結論いつ頃出そうかとか、そういうことを今の時点で。予測とか何か分かりますか。田中担当部長。検討委員会の今後の開催の見通しでございます。まず検討委員会、今回委員会の委員の先生方の主導的な議論ということで、実施をしていただいてございます。あと何回、もしくは結論の時期ということは開催の必要性ですとか議論の進捗状況に応じまして委員会として主導的にお決めになられる事項ということでもございますので、事務局としてある私どもとしてなかなか明言しがたいところがあるかなと思ってございます。ただこれまでから本市からも委員会の委員長からも設置後3ヶ月あるいは5月末というのを一つの目途といたしまして見通しを申し上げておられます。そうしたおおむねそうした時期を取りまとめを図る時期としてイメージをしてお勧めになっていただいている、このように認識をしてございます。島本委員。はい、あと3回ぐらいで5月末ぐらい一つの目処にということでしたので、それ待たないといろいろね、詳しいことも議論もまだここでもできないかもしれませんし、それが出たらまた委員会で、ぜひご報告をお願いしたいと思いますが、今先ほどのね、お話の検討委員会の中での、内容でね、高速開発ツールでのスクラッチ開発への方向転換出発点に、なんか方向これを出発としてみたいにちょっと聞こえたんですが、これ問題マイグレーションに途中で変えられたということですが、もう一回高速開発ツールでのスクラッチ開発へ、出発点戻すことを軸にして考えていかれるとか、そういう議論していくとか、そういう意味でしょうか。ちょっと認識、聞き取りが
意味がちょっと不明でしたんで、それでもそういうことではないということでしょうか。田中担当部長。はい、これを軸にというような、まあ、ことではございませんでして、幅広く議論をしていただいている私どもとしてこの範囲に限って議論をお願いするというようなことですとか、何か議論の範囲を制限するというようなお願いはしてございません。そういったこともございまして、委員の先生方幅広く議論をしていただいているという趣旨で実施計画に書いてあるところからということでご説明を申し上げたという趣旨でございます。下本委員。はい、わかりました。それは次、内部調査のことについてちょっとここの部分を、ね、詳しくお聞かせいただきたいんですけども、この内部調査いつからどんな形でちょっと実施されたか、お答えください。田中担当部長。内部調査の関係でございます。内部調査システム開発の遅延が生じてからその遅延の問題に関することもありまして、関係者には随時聞き取り調査を行ってまいったというところでございますが、3月の経済総務委員会でのご指摘後、速やかに改めてマイグレーション方式への変更経緯、ここに焦点を寄せた調査を今回行ったものでございます。委員会でのご指摘、さらには付帯決議をいただいたということも踏まえまして、関係者からのヒアリングを再度実施をして本日のご報告に至っているということでございます。下本委員。分かりました、はい。さっきね、説明の中でここですね、事実概要のところで一番目に期待する、処理性能に達しない、それと後期2番目に後期に間に合わないといった、変更理由ですね、これが、挙げられましたけども、これ具体的にどういったことでしょうかね。もしこれ変更後期ですね、工期を変えて、時間かけたら処理性能のこういう課題ね、達するとこういう課題は解消できたのかということでしょうかね。どういったことですか。田中担当部長。はい、資料の中で、マイグレーションへの変更の経過の中で、その理由として期待する処理性能に達しない、あるいは後期に間に合わない恐れがあったという2点を記載をさせていただいてございます。その部分のお尋ねでございます。処理性能の方でございますけれども、例えば日中に区役所の窓口で受付をしました転入室等のデータでございますけれども、各種の帳票ですとか保険料の収納処理等に反映をさせるために速やかに一括処理システムの方へ取り込む必要がございます。で、この日中に受け付けた全データの取り込みは窓口の終了後に開始をしまして、翌日の開帳時間までには終えるというような事務の流れでございますけれども、このための処理時間、翌日の開帳時間までの処理を終わること、このあたりに安心できない要素があったということを記載させていただいております。それから後期の関係でございます。一括処理システムのうち福祉系のシステムでございますけれども、そもそも本年1月の稼働予定でございました。これ本年7月からマイナンバーの国、他都市等との情報連携を見越しまして、できる限り現行のシステムとの二重開発を避ける後期としておったものでございます。処理時間の向上を追求していった場合に二重の開発を避けようとする後期に間に合わない恐れがあったものでございまして、処理性能の課題の解消につきましては一旦置いたような状態で後期を優先して、判断をしたというふうに思ってございます。処理性能の課題の解消につきましては時間をかければ解消できると考えていたものでございます。下本委員。はい、分かりました。あとですね、先ほど当時のいわゆる問題となっております当時の情報化推進室長が自分の判断でマイグレーションへの変更を決めたと、これに問題があったということでありましたけどね、どんな問題、その要点ですね、ポイントについてもう一回改めてちょっとお聞かせください。田中担当部長。
報告資料の中で申し上げますと、ちょうど4ページのうの部分に、なってまいろうかと存じます。開発手法の変更手続きでございますけれども、それはやはりその過程において事業のスケジュールを延長するかどうか、あるいは開発の体制を強化するかどうかなど、開発の手法の変更ということのみならず、オープン化事業全体をどう進めるべきかという視点での議論を伴うものになったというように考えております。業務システムの見直し自体は内部的なものではございますけれども、業務性サービスにおける機関となる業務システムの全面的な刷新という点、あと機関、費用、そういった点も合わせまして、オープン化事業は決して内部的なものにとどまるような一事業ではないと思ってございます。変更の意思決定は大事な事業の全体に関わるものであったにもかかわらず、その重要性への意識を欠いたこと、その結果、市として組織的に検討、議論を行う機会を失わせる事態を招いてしまったこと、これがやっぱ問題であったという考えておるところでございます。島本委員。はい、全体的な、問題認識は分かりましたけどね、これ、問題と、市長が、その当時の市長が自分で判断した理由として、今、先ほどから報告もあります、3つの点ですね。1つ目が綱紀厳守、綱紀守らないといけないから、マイグレーションしかないと、2番目が、影響がそんなに大きくない、3番目専門性ということですね。このことについては市長はそうおっしゃっておられますけども、これについてはどういうふうにお考えでおられますか。田中担当部長。市長が自らが判断する理由として挙げている3点の部分でございます。まず綱紀厳守の部分でございます。それは大切なことだという一方で、綱紀に限らず一旦決定した事項でございましても、その後の判明した理由により変更を検討するということはあり得ることというふうに思います。ただし変更にはやはり事案に応じた適切な過程であったり手続きが求められるべきと考えます。それから2点目がその影響が大きいか大きくないかというふうな考え方でございます。マイグレーションの開発では現行の複雑なプログラム、これを引きずってしまいますため、スクラッチによる開発と比べますと、完成後の新システムの改修運用や補修といった点で効率性、調達の競争性といった面でやはり優れているとは言えないなというふうに思ってございます。一方マイグレーションでございましても、一般に使用する機器ハードへの入れ替えは行えますので、この部分ではオープン化というものが行われます。削減効果も損なわれません。従いまして全体としてオープン化の目的を損なわしめるというものではないと考えておりますけども、影響が大きくないというふうに即断し得る内容ではないというふうに思ってございます。それから専門性の高い内容ということでございます。高度に技術的な内容であるからといって、それが上司に相談あるいは報告をしない理由にはならないのはもう言うまでもないことかというふうに思います。むしろ上司に分かりやすく、できるだけ正確に状況をお伝えするべきであったのではないかと思ってございます。そうしたことから当時の市長、事故の判断でマイグレーションへの変更をしてよいというふうに考えたことには、やっぱり理由の面からも問題があったのではないかというふうに思っておる次第です。島本委員。というふうに局の方ではそういう見解、そのように判断されているんですね。そうしたら今どうなんでしょう、その当時の情報化推進室長さん、今現在自分でこの事故の判断でマイグレーションへの変更を決めたことについては、今はどのようにお考えというかおっしゃっておられますか。田中担当部長。当時スケジュールをやっぱりしっかり守って、この事業を何とかして、進めていこうということで精一杯であったというふうに、申しております。上司に報告相談することに意識が及んでいなかったということでございますけれども、今振り返ったときにやはり報告し、上司へ報告し相談をすべきであったという反省の意を表しているということでございます。島本委員。
まあ、そういうふうに反省されている、しかし、ね、ことはかなりこの重大なことにやっぱりなってしまいましたことも事実でありますしね、そのこの判断のマイグレーションへの変更したこと自体、このマイグレーションですね、これから今これでしてるんかな、これについては、局としては、市としてはどういうふうに考えておられますか。田中担当部長。はい、これまで当時 の、 その変更、開発手法の変更の手続きについて申し上げてまいりまして、ただいまは質問、ご質問いただきましたのは、マイグレーションに変えたこと自体についてのお話だと認識をしてございます。もともと高速開発ツールを利用したスクラッチ開発の予定をマイグレーションによる開発に変更したものでございますけれども、この部分、事前の策としての変更の是非につきましては、ただいまお願いをしております事業検討委員会、こちら の、 検討結果も待って、本市として考え方をまとめていきたいというふうに思ってございます。よろしくお願いいたします。下本委員。はい、まあね、これも検討委員会でね、本当にその判断が正しかったかどうかであればいいんですけどね、もしね、マイグレーションへ、いろいろな考え、後期のこととか、ね、処理性能のことであるとか、これが間違った判断であったとなるとね、またこれはこれでいろいろな他の問題も出てくるんじゃないかなとも思っております。すでにね、2つほどはマイグレーション、これは正式な手続きを経て変更しておられるんですしね、これも非常に難しい問題があると思いますのでね、しっかり検討委員会で検討していただきたいと思っております。で、まあ、最後にね、この関係された職員さんの対処っていうかな、組織的な課題のあるない、これについては引き続いて必要な調査検討を進めて、検討委員会の結果を踏まえて総合的に判断されるというようなことでしたね。まあ、今の確かに今の段階でそう思いますけども、今までのこれまでの質疑とか経営プロセスの中ではね、この件と別に現行システム分析を渡せていなかったということも聞いておりあったと思います。そういった点も含めて内部で確認すべきことまだまだあるかと思いますので、しっかりこれから確認していただくように求めておきます。よろしくお願いいたします。以上です。田中担当部長。すみません、本日チェーン発生後にお聞き取り調査で、判明したこととしまして、マイグレーションの変更の部分について、ご報告をさせていただいてございます。あと、その聞き取り等において判明したこととしまして、今先生からご指摘のございました使用書に基づいて契約締結時に締結すべき現行システム分析資料、これを渡せていなかったことがございまして、昨年度 の、 司会でのご質疑の中でも受託事業者からの各種の資料の要求に追われまして、その結果提供ができておらず、その点について組織的にも対応ができてなかったというご答弁を申し上げたところでございます。改めてこうした点も含めまして、関係職員への対処、組織的な課題の有無等については必要な調査検討を進めますなど、しっかりと確認をしてまいります。いいですか。続きまして、樋口委員。はい、開発手法の変更というところで、まあ、当初と違う手法、このマイグレーション方式に変更というの、まあ、大幅な変更が局全体としての決裁でなく、まあ、室長の判断だったというところに関しては、まあ、大いに問題があったんだというふうな話でありました。まあ、本当にそうだと思います。まあ、この点はね、やはり局として大いに本人の反省というところだけではなくて、局としてね、しっかりと大いに反省をしていただきたいなというふうに思っているんですけれども、今回の報告というのが初めてそうしたことでしたと、経過でしたということになっているんですけれども、この間、何回か委員会でも報告されてきた中ではこのことが報告なくて、今回初めてのこの室長で止まってしまっていたということが初めての報告なんですけれども、これなんでこんなに時期的に今頃になってしまったんでしょうか。もっと早くにこういうことは分かっていたわけではないんでしょうか。田中担当部長。
はい、申し上げておりますように遅延の申し出があり、事業の遅延発生という事態に合わせて関係職員からの聞き取り確かにしてまいってございました。その間でも情報化推進室の中でどうも決定がされたというようなことであったり、それが上司に相談がされていってなかったというような状況について聞き取りを行っておったわけでございますけれども、報告司会の場でご報告を申し上げる確認をもう一度しっかりをして今回ご報告をさせていただいた、そういうところでございます。樋口委員、そうした状況だったということは、だいぶ前、だいぶ前言うても、どの段階、初めて、司会に報告があったのがもうでも3ヶ月、4ヶ月ぐらい前でしたよね。その段階からも分かっていたけれども、もう一つ、確証がなかったという話ですけど、どういう話でした？あまり報告はもうするそこの部分はする必要ないのかなと思っていたということでしょうか。田中担当部長。状況について関係職員から聞き取りを重ねてございます。その範囲が十分であるか、あるいは聞き取りの掘り下げ状況が適切であったか、そういったことを全体考えて、誰がというところまできちっと申し上げること、これは今日の調査にまで至ったということでございます。しっかりとご報告して差し支えない状況の内容ということで本日のご報告に至ったということでございます。樋口委員。はい、システムそのものが妥当かどうかという判断ではなかなかね難しい、今でもだから検討委員会がされているという話ではありますけれども、少なくとも内部のところでどういうふうな意思決定がされていたのかぐらいはこれはすぐに、ね、分かるはずだったと思うので、その点も含めて、ね、やはりきちんとで そこに問題があったというふうに、なっているわけですから、そこの部分に関してはその意思の形成過程に関しては問題があったというふうに今言われているわけですから、そこはもう少し早い段階でしっかりと把握して問題点整理してきちんと反省するところは反省するというところは進めていっていただきたかったと思います。それはそれとして、でこのそうした、通常でない意思決定過程があった、だから上司に判断しないまま、上司の判断を仰がないまま、こうした開発手法の変更ということがあったということと、オープン化事業が遅れたことに関しては何か関連性はあるんでしょうか。田中担当部長。マイグレーション方式への変更、これが今回の開発の遅延に因果関係といいますか結びついているかどうかというお尋ねでございます。この部分につきまして大変恐縮でございますけれども、今第三者の委員による検討委員会を開催して原因の究明を行っていただいておりますので、その結果を踏まえて私どもとして の考えもまとめてまいりたいと思っている次第でございます。樋口委員。技術的な中身に関して今お聞きしたのではなくて、その組織の中でね、通常の判断だったら通常の経過だったらきちんと上司に相談をして、そしてその上で、その手法を変えるというのだったら変えるという方向で判断をするということが行われていなかったということと遅れたということに関しては何か関連性はあるんですかという話なんです。直接。田中担当部長。手続きをどのように踏むかということと、開発手法が適当であったかという部分のお話かと存じます。ただ、今の状況というふうに申し上げますと、やはりその開発手法を変更する流れが妥当だったのかもございますけれども、その結果やはり開発手法を変更して今の開発に至っているわけですから、ちょっとその遅延との因果関係そのものはやっぱり検討委員会の検証を踏まえて私どもとしての見解はまとめたいなというふうに思ってございます。樋口委員。はい、いずれにしてももう少しその中身、手法そのものの
の妥当性をの判断を待ってからということだったと思います。まあ、それはじゃあそういうことで引き続き検証をして、いっていただきたいと思います。でこれまでの少しおさらいになるんですけれども、現段階でこのオープン化の遅延によって、まあ、当初想定していなかった経費というのがどれほどになるというふう予想でしたか。田中担当部長。オープン化の遅延が生じたことによりまして、まあ想定外の経費がどうなっているかということでございます。このことにつきまして、平成29年度当初予算編成の時点でシステム開発経費などの直接的な経費について予算計上額から稼働延期の申し出前に想定をしておりました。当初想定額、これを差し引いた額を想定外の追加経費としてご説明を申し上げておりました。あくまで想定スケジュールを前提とした予算ベースの額ということで、ある意味いわば予算上の影響を表す理論値的にご説明申し上げておりましたけれども、繰り越しも合わせまして、12.2 億円というふうなご説明を申し上げてきたというところでございます。井口委員。はい、当初の想定外というのが12億2000万円ということであり、そういう報告を受けていました。でこの額は、遅れている今の福祉系システムが、来年2018年の1月に稼働することが前提になっているわけですけれども、この現段階での稼働の見通しですね、これ特に変更はありませんか。1月より遅れるということにはなっていませんか。その時でも最短でという話ではありましたけど、いかがでしょうか。田中担当部長。まず現在の開発の進捗状況でございます。一括処理システムの開発でございますけれども、今ご説明申し上げ、先生からもご指摘をいただきました平成30年1月の福祉系システムの稼働に向けまして、粛々と作業を進めておるというところでございます。もちろんこのスケジュール、先生からもご指摘いただきましたが、想定のスケジュールということでございまして、事業検討委員会の検討結果、これも踏まえまして、私どもとしてもう一度検討して最終的に決定をしてまいりたい、司会にもご報告ご相談しつつ決定をしてまいりたい、このように考えておるスケジュールでございます。樋口委員。はい、開発が、開発というか稼働が、来年の1月からさらにそれより後ろにずれ込んでいくということになってしまいますと、それぞれの部署の業務の繁忙期が、重なってきますから、稼働の時期というのが本当に慎重な判断が求められていくんだろうなというふうに思っています。そうすると、じゃあこの想定外の費用が12億2000万円だったものが一体どう動いていくのかというところとも、そことも連動していかねないなというふうにも感じています。そうならないよう最大限の努力をしていただかないといけないと思っています。で、検討委員会ですけれども、先ほど説明がありましたように当初3ヶ月ぐらいをめどにと言われていて、だいたい5月の末をめどにも結論を出していただくという話を先ほど説明がありました。で、改めて確認をするんですけれども、この今言われている第三者の検討委員会というものですけれども、これは契約書に書かれていた紛争の際の解決という条文に書かれている第三者を調停人に選任し、当該調停人の斡旋または調停による解決を図るものとするという条文のここの部分の第三者の調停人とは、今言われている第三者の検討委員会というのは全く違うものというふうに私は理解はしているんですけども、それでよろしいでしょうか。田中担当部長。はい、私ども今開催をしております事業検討委員会、これは京都市の付属機関として設置をして開催をしておるものでございまして、先生おっしゃられております契約書にございます紛争の解決
ということでの第三者を調停人に選任し云々の規定の調停とは別のものということでございます。樋口委員。はい、今の検討委員会が京都市の付属機関だという話ですから、あくまでも京都市の、ね、内部の機関だと。ですからそこの結論を持って、まあ、業者と話し合い、まあ、その結論が出た段階で業者とまた再度話を、持って、話し合いを進める中で、まあ、追加費用の負担のあり方などでも、まあ、折り合いがつかなければ、まあ、今後先ほど言ったような、まあ、第三者の調停人の選定なども含めた対応が必要になってくる場合があるのかなというふうに、まあ、考えられるわけですよね。本当にだからそうしたふうに考えると、まあ、本当にまだまだこれからね問題が出てきかねない、ことだというふうに考えています。まあ、今後の推移含めて、まあ、引き続き私たちも議会としてもしっかりと検証していきたいと思います。以上です。引き続いて岩佐委員。では私の方からも、お伺いをしたいと思います。まあ、今回ですねこの検討委員会が、4回行われて、まあ、それについて の、 中間報告という形でいただきました。で、まあ、それとあとはこの内部調査ということが、まあ、大きな日本の柱になるということであります。で、今お二人の委員さん の、 議論も聞いておりまして、多少ダブるところもあろうかと思いますが、またお答えいただきたいというふうに思います。で、まずですね、この検討委員会の中で当然この京都市にの職員等々に対するこの、このヒアリングというかこれはなされていると思うんですが、相手の事業者さんですね、これに対する委員の先生方からの質問であるとか、またその事業者の見解聴取、こういったものは今の段階ではもうすでになされていらっしゃるんでしょうか。田中担当部長。はい、委員会の、まあ、ご審議にあたっての、当事者の関わりというようなことになろうかというふうに思ってございます。まず、委員会の方からですけれども、まあ、京都市あるいは相手方の受託事業者さんに対しては文書で質問事項というものを発させていただいております。で、それぞれがそれに対して直接見解を回答するというような形で直接事業者さんであったり本市であったりのご意見をお聞きになられる、このような形の行為をとってございます。岩佐委員。はい、ということで、まあ、当然あくまでも京都市の機関とは言いながら、この事業者さんに対しても質問を、まあ、なさっていると、まあ、そういった状況を踏まえて、予定であれば、まあ、5月の末をめどにというような形だということで、理解をしたいと思います。まあ、その点についてはですね、しっかりと両方の意見を踏まえていただけるように検討委員会の方では事務局としても対応していただきたいというふうに思っております。で、その上でですね、まあ、先ほどから、まあ、議論も出ておったわけですが、まあ、今回この内部調査の方ですけれども、これにつきましてですね、まあ、かなり踏み込んだ形で、本市の認識としても明確に、まあ、明言をされていらっしゃるなというふうに思います。で、その、まあ、情報化推進室長のですね、独断の、まあ、独断的な判断であったとはいえですね、その結果がどうであれ、やはりこれは組織的に問題があったのではないかということが、まあ、明言をしてされております。で、私もそうだなと思います。単なるその一室長だけに関わる問題では本来なかったのではないかというふうに思いますが、この辺についてはこの内部調査の結果を踏まえてですね、改めて組織としてどうであったのかという点について今のご見解はいかがなんでしょうか。田中担当部長。
はい、本日ご報告を申し上げました中で組織的な部分で申し上げますと、まず当時の判断というものが上司に報告や相談をされずに行われた判断というものが組織的な対処を検討する機会を失わせる事態を招来したということで、組織的な対応につながらなかった、これやはり問題であったというふうにまず申し上げてございます。それから組織的な課題といった部分でございます。これ有無も含めまして、私どもとしましては第三者委員会による検討の結果も踏まえて、引き続き必要な調査検討というものはしっかり行って、総合的な判断をちゃんとしていきたい、このように思ってございます。湯浅委員。はい、今後もね、まだ必要な調査検討を進めということも今後の対応の中で書いておられます。で当然それはこの室長の判断というものがこの事業に対してどれだけの影響があったのかというようなことも含まれるんだというふうに思いますし、また一方でそれに対して、この事業がこのように遅延をしたということでの組織としての課題の検証、また責任の在り方というものも当然結果として生まれるんではないかというふうに思っております。ということで理解をしたいというふうに思いますが、しっかりとですね、これについては我々もこの検討委員会の設置ということで、今推移を見守らざるを得ない状況ですし、また結果についてもまだ予断を許さないという状況でございます。今後とも我々としても今のところは引き続き、しっかりと報告いただいてですね、していくしかないというふうに思うんですが、今日書かれたこの内容についてもですね、我々自身もやっぱりしっかりと総合的な判断というものもまた必要になってくるだろうというふうに思いますので、その点も合わせてしっかりとした報告をお願いをしたいということを申し上げて、今日は終わりでおきたいというふうに思います。次に大津委員。大津委員。はい、もうたくさんの委員が質問してますので、ちょっと違うところだけ質問しようと思います。高速開発ツールによるスクラッチ開発と、マイグレーション方式という、2つ方式が出て、私、詳しくは分かってないんですが、これ、そもそも検討したときに、高速開発ツールのスクラッチ開発をしようというふうに初めに意思決定されているわけですので、当然それぞれの長所短所がある中で、メリットがあるのでこれを選んだということだと思うんですね。でその中で、いろいろなトラブルがある中で、マイグレーションに、これは、先ほどからありますように、室長の判断でしたものと組織的にしたものも含めて、変化があると。で何が聞きたいかというとですね、一つは長所短所がある中で、方式を変えてしまうことで、成果物のパフォーマンスが当然変わってくるのではないかなと思ってまして、そのあたりの違いがどういうふうに出るのかというところと、そもそも最初スクラッチ開発の方を選択された、その辺の理由を簡単にで結構ですので教えていただきたいと思います。田中担当部長。まず成果物のパフォーマンスということでございます。先ほどのご質疑の中でも少し申し上げましたけれども、マイグレーション開発の場合、現行の複雑なプログラムを引きずる形になります。従いまして、一方で高速開発ツールを使ったスクラッチ開発、この場合は一からプログラムを作り直すということで、複雑なプログラムが綺麗になると申しますか、そういった違いがございます。従いましてパフォーマンスということになりますと、将来的な改修であったり保守の際に、影響範囲の見極めがしやすいしがたいなどといった優位性があるないといった議論がございます。それから高速、事業計画を立てるにあたって高速開発ツールを選んだ理由というところでございます。今申し上げた内容にもつながってまいりますけれども、やはりその回収の効率性であったり、高速開発ツールというものを
使うことで、一から人でスクラッチするよりは期間的にも短縮できるなどといったようなことからそのツールを選択したということでございます。大津院。はい、そのメリットとして、開発期間が短縮できるというのがありながら結果としては納期に遅れそうなのでマイグレーションにしたというところが、当然別の意味があるんでしょうけど、この辺がその、なんていうんですかね、その当初の見通しの甘さというのがなかったのかなという思いがあるんですね。でこれマイグレーションに変えた、当然この意思決定の流れはちょっと問題あると思うんですけど、変えたという話があるんですけど、そもそも最初この、スクラッチ開発という技術の中で、そういうことが想定されてなかったのか、もしくはそれとは別のところに要因、これは検討委員会の話になるかもしれないですが、別のところに要因があるのでこの方式の問題ではないのかという辺の分かっている範囲で結構ですので、そのあたりをちょっと教えていただきたいと思います。田中担当部長。はい、25年度に、事業計画を策定するわけでございますけれども、その間もさまざまな手法の検討は進めてまいった、結果として、高速開発ツールを利用して開発を進めていこうという結論に至ったわけでございます。具体的な高速開発ツールを選定して実際に装填といいますか実装と申しておりますけれども、実際に部分的に作り込みをしてみる中で処理時間の問題が少し顕在化したというようなことはございました。ただ全体としましては、そういったものを一定、解消ができるという判断で進めておったということでございます。ただちょっと工期の関係で27年の8月の時点で今回のような変更という判断に至った、そのような経過でございます。大津院。はい、分かりました。細かいところは多分検討委員会でさらに議論して、原因がさらに特定されていくと思いますので、その経過を待ちたいと思います。で、あとはその意思決定の問題で、このあれだけ見ていると、市長が判断したのでというふうになっているんですが、これ、このシステムの話もそうなんですが、市長かなり、そもそも責任者だと思いますので、裁量権が大きいと思うんですが、この、相談報告をそもそも上司にしてなければその上の上司というのはなかなかこれそもそも把握できないものなのか、いやそこにも少し問題があったのかというのはその辺はどうなんでしょうか。田中担当部長。はい、そういったその相談をしてなくても、気づけたか気づけてなかったか、いわゆる仕事組織で行っております組織全体でどのように進めていくか、このことに関しては繰り返しになって恐縮でございますけども、やはり調査した上で総合的に判断をしてまいりたい、このように思っている次第でございます。いいですか。はい、引き続いて、豊田委員。すみません、ちょっと私、このが、お聞きしてて、ちょっともう一遍再度の確認なんで教えていただきたいんですけども、この、3ページに書いてある、事実概要のところで、当時のね、この情報化推進室長の判断で、変更したというようなことあるんですけども、これはね、つい最近分かったということなんですけども、これ今までね、委員会の中で幾度か報告があった中で、こういったことについて全く精査とかですね、経過の、流れっていうのは局の中でねされてなかったのかなと思うんですけど、ちょっとその辺は私ちょっと、もう一遍さっきも答弁されてたと思うんですけども、お聞かせいただけますでしょうか。田中担当部長。はい、ちょっと繰り返して恐縮な部分もございますけども、遅延の発生以後関係職員から、事業の実施状況聞き取りをしてございます。その中で、情報化推進室の中でこういった変更が行われていたのではないか、その部分についてはそういう声を聞き取っておりまして、ただ今回関係するもの聞き取りをすべきものにも広く聞き取りをする再度確認をする、そうしたことで本日の報告に至ったということでございます。豊田委員。去年もね、私この委員会に所属してて、何度か報告いただいたんですけども、その当時から遅延の問題っていうのがね、
出てきてて、まあ、私もあんまりこのコンピューターのこと詳しくないんで、まあ、主に聞いてることが多かったんですけども、まあ、その際もね、いろんな意見がある中で、まあ、当然この間の経過とかですね、内部的なある程度一定の道筋というかですね、一定の調査っていうのは私は当然ながらされてるもんと、思ってたんですけども、なんか新たにね、先ほど答弁の中であったのが司会の付帯決議が出たからとかですね、まあ、そうなってくるとこの委員会でね、我々が議論したりとかですね、質疑をしてきた内容っていうのがね、どういうふうに反映されてるのかなって私ちょっと心配になるんです。今頃になってって言ったら失礼ですけども、この浄化推進室長の判断が新たに出てくるっていうのはね、私本当この問題って本当に、この総合企画局の中でね真剣に考えておられるのかなって思うんですよね。100億近い、経費を投じてね、そして、この完成のめどが、どうなるこうなるっていう、これから、まあ、まだそこも、目算でしかないっていうような時にね、本当に当事者意識ってねあるのかなってね思うんですけども、こういった、ね、内部調査がここまで進んでこなかった原因って何なんですか。田中担当部長。はい、本日ご報告を申し上げました、一括処理システムの開発省の変更について3月の当時の所管委員会でございます経済総務委員会の場でも誰がなぜということを報告すべきということで厳しくご指摘を頂戴をしたところでございます。そうしたことを踏まえまして本日になりましたけれども改めて私どもとして調査を再調査をしご報告を申し上げた、そういうことでございます。よろしくお願い申し上げます。豊田委員。よろしくお願い申し上げる。でもね、私も困りますけども本当にこれ問題意識がね私低いと思いますよ。以前も私ちょっと話をしたのか、まあ、これ雑談だったのかなあれなんですけども、まあ去年 も、もう事案は違いますけども焼却炉の問題で訴訟になってる、まあ、あれとね私は同じようなことになるんじゃないかなって思ってるんです。結局このできるできないっていうところがねなんかうやむやになってしまってね、結局どこに責任があるのかっていうのはこういうもう新たな事実がどん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 出てきてね、結局実はどこに所在があるのかよくわからないままにね私はなっていく可能性があるんじゃないかなと思うんです。この、資料にもいただいたこの、スケジュールが、変わっていくということで、来年の1月ですか、に稼働するとかですね、本年の11月とか書いてありますけども、本当にこれがね果たして、そのこの日程表にですね合致するのかどうかっていったら私はねおそらくできないんじゃないかなって思います。というのが基本的にこの調査委員会でも結局京都市の中での手順がどうだったかっていうね、普通に考えたらこんなことってもっと先に議論だにね先にこれは出てこなければならない話じゃないのかなと思うんですけども、去年の、昨年に、この1回目の説明を受けてから何度かこの、お文化の、遅延についてということでご説明いただきましたけども、まあ、本当に進捗状況としては極めて私は遅いと思ってるんですけども、京都市の中で本当にこのオープン化の事業に対してどのような認識をね、新たに、その際にもですね、新たに部長という形でですね、選任をされてね、この調査に当たるということで、なった状況にもかかわらずね、今のこの状況って私ちょっと考えられないんですけどね、いかがでしょうかね。田中担当部長。大型汎用コンピューターのオープン化事業、これをいかに推進していくかということでございます。4年にわたる事業を、当初計画で言えば94億円の予算を要する事業ということで、市会で予算をご承認いただいて進めてきた事業でございます。しっかりと進めていかなければならない当然認識をしてございます。そういった思いを改めて認識し進めてまいりたいと、このように思ってございます。豊田委員。なかなかね、今まだいろんなこの、調査委員会ですか、検討委員会ですか、
の方がまだ開催中なので最終的なことが出てこないと思いますけども、私はやっぱりこの局としてね、もっと問題意識を持たないとダメなんじゃないかなと思いますね。日程感もなさすぎますし、やっぱりこの調査の状況も遅いと思います。いずれにしても私はできればいいけども、まあ、責任を放棄するような言い方になるのかもしれないけども、この想定している年月にはおそらくできないと思いますので、そこも含めてしっかりとやっていただきたいなと思います。以上です。他にございませんか。最後に、はい、どうぞ。はい、中村委員。はい、一つ最後にですけども、あとこれから数回検討委員会を行われて、で、まあ、5月かもしれませんが、とにかく報告されるということですけれども、その報告についての要望をしておきます。今日もいろいろ質問、また疑問点、疑念の部分がたくさんありましたけれども、すでにご承知の通り、うちとこの自民党の部屋でもですね、多くの門がその辺の疑問、質問を投げかけてますよね。それに対して、まあ、検討委員会を開いて、であと最終的に報告されるときに分かりやすくですね、箇条書きに、まあ、質問に対して回答、それに対して答弁という部分のですね、まあ我々それをいただいてですね、ざーっと文章を羅列しているというような報告じゃなくてですね、質問に対する答えというようなことがはっきり分かるような、そういう形でのですね、最終報告を紙面でいただきたいと、一つよろしくお願いしておきます。それだけです。はい、よろしいですか。はい、いや、ちょっと待って、田中担当部長。はい、最初の報告にあたって、記載内容を分かりやすくということでございます。ご指摘踏まえてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。はい、他にございませんか。はい、山岸副委員長。皆さんたくさんされてるんですけど、私もいろいろちょっとお話を聞いてて、お伺いしたいことが出てまいりましたので、質問させていただきますと、もともとこういうお話が出てきたときに、どうですか、こういう検討委員会を設けられたというのは、どうですか、事業者とですね、それから京都市の間で、この遅延が起こったことに対しての、その見解の相違があったというようなことを伺ってたように思うんですけれども、その辺はどういうところにね、その見解の相違というのはもう明らかになっていると思うんですけれども、それはどんなところに相違があったのかというのはお答えしていただけるんでしょうか。はい、先生今おっしゃっていただきましたように、第三者の委員による検討委員会立ち上げるにあたりまして、遅延の原因における、まあ、事業者さんとの、まあ、見解の相違があるということで、客観的な事実、検討委員会の中で明らかにしていただくということで設置をしたものでございます。ただその見解の部分なんでございますけれども、まあ、私どもの見解もございますれば、当然事業者さんの見解もございます。その事業者さんの見解を私どもの口から申し上げるというのもいかがなものかということで、この間少しご答弁を差し控えさせていただいてきたところでございます。ご理解いただきますようにお願い申し上げます。山岸副委員長。それはまだ検討委員会で、まあ、検討していただいている最中なので、まあ、向こうは向こうで言い分を持っているということについては、まだ差し控えて、おかしてくださいということなんですね。それとあと先ほどのお話の中でちょっと聞いてましたら、どうですか、スクラッチの、開発手法とマイグレーションの開発手法とございましたけれども、これのどうですかね、まあ、方や先ほどの短所と長所というようなお話がありましたけれどもね、それをもう一度ね、もともとそのスクラッチでやろうとされてたわけですから、それが、まあ、マイグレーションに途中で変わったということで、その辺のもともとそういう形でやろうとしていたのに途中からそういうふうに変わったというようなお話でございましたけれども、それでどういうんですかね、スクラッチで、やることによって、どう言ったらいいかな、
開発にね、やっぱりそれをこうそれでやることによってやっぱりかなりこう時間がかかるものだったら、なんか一からやられるっていう話がありましたから、それでやるとやはりその、システム開発するのにやはり時間がかかるっていうところが問題があったのかどうなのか、でそれをこう言うたら遅延が起こるっていうことで、工期がのことが問題になってきたことによってマイグレーションに先ほどのお話であれば変えてい、っていたと、まあ、どうですか、組織の中で話をせずにですね変えてしまってたという話がありましたけれども、まあ、そっちの方が当面の話としてはこう、後期には間に合うので変更してしまったというようなことなんですか。やっぱり当初の話、開発手法でいくとやっぱり時間がかかるからそういうふうにしてしまったというような話になっているんでしょうか。その辺はどうなんでしょうか。田中担当部長。開発手法の変更の、まあ、理由、期間のかか、双方の期間、所要期間の問題でございます。高速開発ツールを利用したスクラッチ開発、一般的なその、手によるスクラッチ開発に比べますれば、スクラッチであっても若干 の、 その期間の短縮効果は出るというところでございますけれども、当時の変更の時点での判断としましては、まず処理時間が安心できるような、まあ、状況ではなかった。さらにその解消策を取った上で、その高速開発ツールによる開発をした場合に後期に間に合わないのではないかということで、まあ、その期間で、開発ができるマイグレーション方式を、まあ、選択した、そのような流れでございます。山岸副委員長。あともう一つなんですけれども、まあまあ、検討委員会で、まあ、報告をこうまとめていただくということで、これをまとめた後どのような形でねこの問題をこう、に取り組んでいき解決をしていこうというふうなこう道筋をこう考えておられるのかと。それは報告を、するのはこの検討委員会の仕事だと思うんですけれども、解決をするのは当然京都市がですね積極的に関わって解決をしていかなければならないと思うんですけれども、今後の道筋としてはどのような形で取り組んでいこうとなさっているのかという点について最後お聞きして終わります。田中担当部長。はい、検討委員会の結論を受けての本市の対応ということでございます。先生おっしゃっていただきました通り、検討委員会での検討結果を踏まえまして本市において遅延原因に基づく責任問題のあり方でございましたり、また今後の裁量の方策、今後の裁量の進め方、こういったものについて、例えば事業スケジュール、所要経費というものを改めて確定する、事業の再構築を図っていく、そういうことになろうかと思ってございます。いずれにも決定にあたりましても、例えば関係の事業者さん、それから何よりも司会の先生方、ご報告、ご相談をしつつ、本市として判断を行っていかなければならない、このように思ってございます。いいですか。午後3時を過ぎであれですけれども、他にございませんか。なければ、3時を過ぎてこのまま委員会を続行し、よろしくお願いしたいと思います。でそれで、以上で報告聴取終わりますが、先ほどの事務事業の概要の説明を含めて総合企画局に対して一般質問のある方はただいま挙手していただいて、あらかじめ質問内容を申し出いただきたいと思います。後で休憩に入りますので、一般質問ありませんか。はい、では、以上で総合企画局を終わります。ありがとうございました。委員の皆さんはしばらくお残りいただきたいと思います。理事者ご苦労様でございました。